んでまたヤクザかそっくりなもんだえぇ、ー、なんでヤクビなんだよこらこら1時間目は静香ちゃんの英語でしょ静香ちゃん出せよ静香先生は体調が悪いので数学にチェンジ数学え、藤山先生体調悪いって風邪みたいなの風邪つまんねえのつまんないっておい、お前下がれはい、はい、なんで下がるまた取ってしまった可愛いかいいなあのあ風邪ひいたって聞いたんですけど大丈夫ですかああ大丈夫よそうっすかあのこれ分かんないとこがあるんですけど教えてもらっていいですかうんいいけどどこここなんですけどここねはいおーどうだ少しはやる気になったせえなやっかい勉強に邪魔すんなよしどうだったはいあれはいトゥーフテーションは名詞用法、形容詞用法、副詞用法があるのはいわかるはいで、これは名詞用法でしょなるほどだからこの場合形容詞はグッドだから意味の上に主語春だねポーク分かるかなはいじゃあ一緒に訳してみようかサンデーの野田が勉強してますよ和尚先生にもそう見えますかええということは私の見間違いというわけミステイクではないわけですねサンデーの生徒が勉強してるなんてこれはもういつもミラクルですよ毎朝